よ、カーキネ。おお、キリトか。ちょうどよい。少し付き合ってくれんか。南帝国の高原まで花を取りに行きたくてな。わしの護衛を頼む。カーディナルの護衛？そんな必要ないんじゃ。神聖術に頼らずことを進めたくてな。魔獣の相手は他人に任せるほかなくての。護衛は構わないけど、理由を教えてくれよ。わしについてくればわかる。まあどうしてもお主が協力したくないと言うなら無理じいはせんが。いや、協力はするぞ。うん、それじゃ後で理由を教えてくれよな。案に切れぞ、キリタ。傾斜がきついな。そうだ、カーディナルは体も小さいし、これだけの道のりを歩くのは相当厳しいだろう。なあ、少し休まないか。何を言っておる。休んでいるような暇はない。いやでも相当辛そうだぞ。休むのも神聖術を使うのもダメだなんて、あまりに無茶が過ぎるって。余計なお世話じゃ。そうまでしてここに花を取りに来る理由って何なんだよ。だからいずれわかると言っておろう。いいからさっさと登らんか。ごめん、悪かったよ。でもカーディナルがもし倒れそうになったら無理やりにでも中断する。いいな。勝手にするがよい。結局ここに来るまでカーディナルは一度も神聖術を使わなかったな。キリト。なんだ。先ほどはすまんかった。つい必死になるあまりお主の気遣いを無限にしてしまった。あ、いいよカーディナル、倒れずに頑張ってくれたからな。それよりこの花畑にカーディナルの欲しい花があるんだよな。うむ、これじゃ。触媒ではないよな。アホ、たかが触媒のためにここまでせんわ。これはローダンセとカスミソウじゃ。あ、どっちも聞いたことあるような。それはそうじゃろ。この2種は現実世界にも存在するらしいからの。なるほど、それでか。その花たちをどうするんだ。これをまた別の場所まで持っていく。すまんが再び護衛を頼みたい。いいけど、いよいよ目的が分からなくなってきたな。一体何なのだろう。森？ここが目的地なのか。ああそうじゃ。この森の奥に用があるんじゃが、かなりの危険地帯でな。ここにはかつてお主の言葉で言うネームドモンスターが住んでいたのだがな。そやつが不在のために今では外敵のいなくなった肉食獣たちが巨大化し覇権を争っておる。そういうわけでここから先は凶暴な獣が多い。引き続き護衛を頼むぞ、キリト。分かった、俺から離れないでくれカーディナル。いなくなったネームドモンスターに摘んだ花、まさかカーディナルの目的って。
お疲れ様。お疲れ。着いたぞ。ここが目的地じゃ。ここが。なあカーディナル、一つ聞いていいか。なんじゃ。ここってもしかして例のネームドモンスターの住処だった場所か。ああそうじゃ。よくわかったなキリタよ。じゃあさっき摘んだ花は。うむ、お主の思ってる通りじゃよ。そうか。けどそれなら肝心のものが見当たらないんだけど。今はまだ何もないからな。これから建てるんじゃ。建てるってやっぱり。うむ、シャーロットの墓じゃ。お主が考えた通り、ここにいたネームドモンスターとはあやつのことじゃよ。森に入る前にその話を聞いた時からなんとなくそうじゃないかとは思ってたんだ。花を摘んだのも備えるためだったんだろう。けどなんでその二つだったんだ。現実世界には花言葉というものがあるそうじゃな。ああ、俺は詳しくないけど。データベースから知識を得てな。その時はさして気にも留めんかったが。じゃあその花はシャーロットへの思いを伝えるための。その二つの花言葉はどんなものなんだ。ローダンセは終わりなき友情、そしてカスミソウは感謝じゃ。終わりなき友情と感謝。アドミニストレータとの戦いにおいてシャーロットはその命を賭して戦ってくれた。ああ、彼女がいなければアドミニストレータに勝つどころか俺もアリスも友情も命を落としていただろう。そしてわしはその事実を知り、今度こそ諦めていたじゃろうな。そうならなかったのは全てシャーロットが命を捨てて結露を開いてくれたからだ。うむ、ならばあの戦いから生き残った者として彼女の分も生きねばなるまい。それは俺もだ。生かしてもらった分この世界に貢献しなきゃいけない。そう、最高司祭代理としてわしはこの世界の責任を負う。じゃが友人としても彼女に返さなければいけないものもある。変わらない友情と感謝を伝えることか。わしは多大な権限を持つカーディナルとしてではなく、一人の人間として、友人として彼女を弔いたかったのじゃ。それで神聖術は使いたくなかったんだな。いかにも。わしのわがままに付き合わせてしまってすまんなキリト。いや、俺もここに来られてよかったよ。彼女には感謝してもしきれないほどの恩があるから。お主にそう言われればシャーロットも喜ぶじゃろ。キリトとの旅を随分楽しんでおったようじゃからな。シャーロットの友人として感謝する。そんないいよ、助けてもらったのは俺の方なんだから。さて目的は果たした。帰るぞ。あ、待ってくれ。少しでいいから黙祷を捧げたい。黙祷？亡くなった人が安らかに眠れるように祈るんだよ。目を閉じて心の中で個人の安寧を祈る。そうか、そんな習慣があるんじゃな。ああ、シャーロットにお世話になったから冥福を祈っておきたいんだ。この世界の仕組みを知ってな、そのような考えを起こすとはな。じゃが無駄だと一周することもできまい。かくいうわしもこうして墓を建て花を備えたのじゃからな。カーディナル、よかろう。キリト、共にシャーロットの安寧を祈ってくれ。あ、シャーロット、君のおかげで
俺はルーリットからこんなに遠くまで来られたんだ。俺の言動は無茶ばっかりで、まだ心配だろうけど、どうか見守っていてほしい。さて、今度こそ帰ろうかな。さすがに戻らんといけないじゃろ。ああ、また来ようぜ。今度こそアドミニストレーターのやつを倒してな。さ、わしに捕まるのじゃ。捕まる？こうか。もっと強く捕まらんか。よし、それでいい。では行くぞ。落ちないように気をつけるのじゃ。え、ちょ、一体何を。飛ぶなら最初からやってくれよ。目的は果たしたと言ったじゃろ。わしは再び最高司祭代理カーディナルとしてアドミニストレーターの目的の調査に戻る。いつまでも干渉に浸ってはいられんからな。お主もさっさと仕事に戻らんか。そりゃないよ。